今日はお店ができたみたいなので、早速買いに行ってみるよ。あー、楽しみだなー。こんにちは。いらっしゃいませ。あー、すごい。お出迎えしてくれてる。初めて来ました。わあ、かわいいのがある。あー、LOL のティッシュも。あ、これいいな。カービィのキーホルダー。そしてこっちは本と、どういうキーホルダー？あのね、カービィのキーホルダーあるよ。どういうカービィ？カービィってこれこれ、ほら、これピンクのこの丸いカービィね、かわいいね。あとはね、本があったり、今流行りのね、図鑑、あ、消しゴムもある。あ、これすごいね、ほら、絵が変わるよ。で、おや、この下は何だろう。すいません、はい、この下にあるのって何ですか？はい、これは、はい、メダルとシュッシュです。おー、素敵だな。じゃあこのシュッシュ一つと、はい、これかっこいい、ダンスって書いてある。じゃあこのメダルもお願いします。はい。あとはね、この可愛いのってどうやって使うんですか？これは、はい、後ろのスイッチがあって、はい、0と1があって、はい、1にすると、ここが、あれ？ここが飛び出て、はい、カスタネットみたいになるんです。これを0にすると、はい、これが閉まって、戻らなくて。すごい、面白いですね。あ、ちなみに、はい、これ今、持ってきたんですけど、はい、鬼滅のシュシュもあるので。わあ、すごい、僕今鬼滅にハマってるんです。どれどれ、見たい見たい。おお、やっぱ僕の好きな炭治郎買おう。炭治郎と煉獄さんってありますか？はい、どれですか？はい、あ、じゃあこれも、やったー。あ、あとなぞなぞ買おうかな。なぞなぞって楽しいよね。あと気になってたあのクマさんも買おうっと。これ、あんなところになんか書いてある。7000円買うと鬼滅のシュシュがもらえる。え、2個も？今いくらなんだろう、ちょっと聞いてみようっと。いかですか？まだ買わないんですか？はい、あの7000円でシュッシュもらいたいんですけど。シュッシュ7000円いってますかね？100円、200円、300円で、これが1000円。3円？え、1000円。びっくりした、安すぎ。1300、はい、で2300、これが何円でしたっけ、ちょっと待ってください。はい、ちょっと私の図鑑を持ってこないと。分かんない、忙しそう。ちょっとお待ちください。はい、よいしょ、どこだろう。メダルだからマミーム、ね、あ、目が、ありました。はい、なんで閉じちゃったんだろう。ですね。さっきのメダル、あれ？さっきのメダル行きました、レジに。え？レジ？本当だ。これ銀のメダルは。
3000円です。あ、はい、だから今5300円ですかね。あ、5300円に、あの、なぞなぞはな、な、2300円出してください。なぞなぞ、なぞなぞ、あ、あった。なぞなぞは、2005円です。はい、わかりました。全部でじゃあいくらですか？7000円いってます。5000円だったよね、さっき。5300円だから7000。お、言ってる。言ってるよね。あ、じゃあそれでお願いします。はい、それ買います。袋に入れますか？はい、お願いします。袋は、はい、一番小さいのが、はい、100円ですけどいいですか？はい、お願いします。はい、72円出してください。おーい、お金ね。305円です。はい、わかりました。じゃあ、これでお願いします。はい、1万円も払うんですか？はい、それからお釣りください。のお釣りよしです。はい、ありがとうございます。ピー、あ、レシート出てきた。レシートも、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。買った商品ください。あー、忘れてた。はい、わーい、素敵な袋。ありがとうございます。はい、また来ますね。さようなら。